きです。はい、今回もですねこちらジョイポリスでねいろんなアトラクションを体験していきたいと思うんですけど、はい、今回はですねこちらワイルドウィングというねこちらアトラクションに挑戦したいと思います。はい、これですねあの飛行機に乗って旅をするというね、まあ、楽しそうなものなんですけど、結構いい勢いで飛んでいきそうな、ね、音が聞こえましたけど、これ旅するだけじゃなくていろいろガタ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 なったりとか、よく見るとこういう風にねなんか突っ込んでる飛行機があったりなど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 、ちょっと怖い要素あるのかもしれないですね。ちょっとどんなところか楽しみですね。はい、では行きましょうか。はい、では行ってきます。すごいいいですね、なんかこう雰囲気出ますよね。すごい空飛んでるし、これも多分あの飛行機の機械なんでしょうね。非常に雰囲気が出る、いいですね。こんにちは、ワイルド。それではこれから先のご案内は私に代わりまして、パイロットのロドリゲスとツアーガイドワイルドナッシーが皆様をご案内いたします。呼んでいますね。こちらワイルドウィングゲート01、準備完了いたしました。ロード、そっちの準備はどうかしら。カタパルトは準備 OK だ。 OK、 戻ってきてくれ。オーライ、かしこまりました。それでは皆様、遊覧飛行のツアーへ。それでは皆様で安全バーをワイルドに持ち上げていきましょう。せーの、ワイルド。ありがとうございます。すごかった。それではいやー、すごかった。頭がはい、ということで乗っていきました。いかがでしょうか。僕らの髪型も相当ワイルドな感じになっちゃいましたけど、僕らこの選手しもよかったですけどね。結構ね、予想以上にワイルドなアトラクションでした。結構ね、本当にその飛行機に乗っているような臨場感でしたね。臨場感がすごかったし、画面がすごく大きくて、風もすごく強くて、本当に走っているような感覚でした。とっても楽しい。これもおすすめですね。おすすめです。こんな髪型になれますから、ぜひ乗ってみてください。ぜひ。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。で、以上、松本ひろきでした。こんにちは、ワイルド。バイバーイ。